2、3ヶ月。いくら入れたかわかんねえよ。もう配下金で。この時が来たんだよ。俺の配下金がこの今報われる時が来た。はい、というわけで春パパでございます。こちらご覧ください。まあね、うん今日は皆さんに大事なお知らせがあります。はい、ボーン、デデンと、はい、メガナイト来た。これね、マジでさ、なんか謎のアップデ後にさ、メガナイト1回出てきてさ、3枚単位で返したものが1枚ずつしか買えなくなっちゃったんで、ウルトラレアをね。それにより俺のメガナイトの成長がグググッと止まってしまったと。おい、やっと来たぜ。行くぜ。ボーン、ボーン、さすがレベル4。行くぜ。これレベル4はね、さすがにごっついよ。メガナイトレベル4ってもう神の域。うん、最後、最後、最後。いや、もう最高だねこれね。いやー、今日の酒はうまいぞ。ジャンプダメージ638。これ何、増えた状態。まあヒットポイントも400ぐらい増えて、もはやジャイアントじゃねえかと。無差別攻撃のジャイアントだね。これ見てよ、638だぜ。キングタワーワンパンじゃん。はい、やっていこうと思います。はい、今日はですね、こちらでまあとりあえずね、トロフィーリセットコーナーので、まあ、ちょいちょいやっていこうかと思いますが、こちらでまあね、レベル4のね、暴力を見せつけていきたいと思うって言いながらね、前さ、俺ダクレの時さ、よし、このレベルの暴力だって言いながらグラチャで言ったんだよね。アホやん俺。さあ行くよ。さあ、こっから今日はね、心が折れるまでやっていこうと思う。あー、怖い。まあでもね、序盤なのでとりあえずサクサク勝てるはず。うん、よろしく。これ負けても全部出すからね、これね。うん、俺はその取り直しとか、そういうね、小作なうん、小作なことはしないから俺。うん、いくよ。これがリアルだ。よし、行こう。待って、これどうなの。あとホグライダー完走したいよね。あれあれ、ちょ、あれ待って、これがリアルだ。待って、ちょ待って、これそういうこと、そういうことなの。なんでさ、トロ下げようとすんの、そうやって。え、ちょ待って、とりあえずありがとう。うん、とりあえずレベルの暴力発動。泣きながら言ってるよ、泣きながら言うよ、これはもう。だってさ、だってさじゃん、こんなん。待って、これちょっと待って。待って、あのさ、一発目にこれやめてくんない。一発目によろしく、ありがとう。うん。なんだこれ、なんちゅう動画じゃこれね。敵一切攻めてこないでレベルの暴力ちゃうやろっていうね。最高。よし、行くよ。さあ、こっからだ、本当の勝負がこっから始まる。あ、なんか、なんだこれ、名前を読めないもうこの人。よろしく、よろしく、よろしく。はい、レベルがキングタワーが鬼のような差があるけども、最後、待って、アイスピがなくなってからじゃない、出せない。オーケー、ポイズン。いよ、いや、よくないよ。いや、エリアとかえぐい。待って、相変わらずエリアだよ、これ。ちょ、待ってよ、どうしよう。無視。いや、無視でしょ、これは。うん。ないと無視すると結構痛いっていうね。うん。まあ、無視していこう。もう、向こうはね、ホグデッキっていうのは、しっかりと俺の目にはね、もう、分かったので。なんなんなんって言ったけどね。さあ、どうやっていこうかな。ちょっと待って、これ。プリンセスを処理するのに、あ、そういう感じ？っていうことは出すしかないよね、これね。出しつつ、出した上で、テスラ来るんでしょ、どうせ。テスラを倒していただいて、よし、頑張れ。テスラしかもう向こうはないから。問題ないから？ないから？うん、テスラもないから？よし、待て。よし、いいぞ。いい、若干。はい、レベル11のゴブギャンは一発です。はい。待て。どうしよう。さあ、こっから。絶対ね、ホグライダー合わせてくるから。ホグライダー事件簿でしょ？待って、これどうしようかな。これとりあえずトルネードで寄せて、あい、ゴブリンじゃねえ、コウモリね。これが噂の謎のコウモリってやつですね。これが謎のコウモリからの、待って、これ負ける説あるぞ。ちょっと。落ち着こう、これ。一回落ち着こう。レベルの暴力を発動させたい、俺は。負ける説ちょっとあるけど、ちょっと、説だな、これ。説にしか過ぎないから、こんなの。待ってよ、これ。一回ね、だからね、やっぱね、これかましてって、かましつつ、はい。ここからかましつつだから、やっぱかましていかなきゃいけないから、こういうのは。さ、ピッピーって言ったけど、
はい、お米が炊けました。はい、お米炊けたけども関係ない。よし、いいぞいいぞいいぞ、レベルの暴力受け、発動しろレベルの暴力、暴力、待て待て、よっしゃ、シェイシェイシェイ。これはアイスぐらいでターゲットそらしつつ、ちょっと待て、これやばいぞ、これやばいぞ、やばいぞ、お米炊けたから、お米が炊けました。先生、お米が炊けました。ちょっと待って、待て、オッケーオッケーオッケー。これはですね、もうね、あれだ、ポイズンゲーだ。ポイズンで威嚇する。さあ来い。はい。メガナイトの強さあんま分かってねえけど、じゃあやめろ、それはまずい、それはまずい。危ねえけど、ザップレ来る感じ、ザップレ来るんでしょ、この人。ザップレがっぷり、ザップレがっぷり。よし、待て、オッケー。謎になんか左側ちょっと与えてる、ダメージ与えてる。ゴブギャン来い。さあ、ゴブギャン。よっしゃいなんで炊飯器の音鳴るんだよ、こんな時。はい、まだだな、まだ、うん、まだ見せられてないね。まあ、最後ポン、はい、どんどんトロフィーをねガンガン上げていくスタイルでお送りさせていただいております。最後、さあどうしようかな。このね、メガナイトの使いどころが難しいよね、やっぱね。このね、1分以内ってなんだ、うん、残り1分になった時にサクッと出したいよね。さあ、こっから、まあコウモリからの、ちょっと待って、これ、あれ、ちょい、またかい、もうさ、びっくりする、うん、これはちょっとね、絶対動作ホグでしょ、動作ホグなんでしょ、君さ、どうしようかな。あれ、ちょっと斬新な、つまりこれ出せねえぞスタイル。待って、これこっちだろ。オッケー、待て、これ痛い。あ、ちょっと待て、本当に待って。めっちゃ下手とか、もういいから、もう下手とかそういうのは。下手とかそういうの言うのナンセンスだから。下手じゃないよ、これ。下手じゃない。これは、頑張れ。よし、オッケー。ノーダメージ。目の前に言う、あることを、ね、ちょっと、圧力のある言葉で言うスタイルね。ちょっとね、これはね、メガナイトを使えて、おっと！これは良くないぞ。これは、できれば、ちょっとあれなの、ちょっと右側に落とさせていただいて。さあ、これ右側を絶対謎の処理していくんじゃん。もう無視だから、それは。それは、もう無視。それ無視しつつ、インドラで合わせて、何かもう、うわ、だるい系で芸人来たよ。待って、これどうしたらいいこれ。ちょ、待て、ぼーっとしてた。今、ぼーっとしてた、俺。やばい。ちょ、待て、落ち着け。離れろ、そっから離れろ。はい。危ねえぜ。待て、わかった。呪文圏内とか思ってるじゃん。呪文圏内とか思い込んでるでしょ。ほんと甘いから。うん、なんかさ、あれだよね、お米が炊けるとさ、人はさ、どうする、動揺する。うん正解は動揺するだったよ。待て、今もう無視、左なんか無視だよ。女雑魚、おい雑魚、この野郎、おい、ちょっと待て、左無視。よし、こっから圧倒的な攻撃力で、やめろそれは。ポイズンかまして、待て、これはまずいぞ。これまずどうしよう。どうやっとこうかな。これちょっといかついな、お前ら。ほんとにいかつい奴ら来て、おい。待て、これ。待てよ。待てよ。きっと来る。何も来ない。別に。さあ、これいいぞ。メガナイトの破壊力で。待て、メガナイト、あと1時間あったらいけた。はい、というわけで今日はですね、メガナイトのね、レベル4にお送りさせていただきました。いやー、これね、多分ね、強いと思うので、今期は、金の暴力で、やっていこうと思います。はい。今回こそはね、なんとかね、まあ、マスター復帰。まあね、5000復帰ですね。まあね、あとはね、数ヶ月前から言ってるね、ハンマーを目指すというね、今期はまでガチで、やっていこうと思います。
はい、というわけで今日ですね、ハルパパメガナイトレベル4おめでとうと思ったらですね、こちらからチャンネル登録、あと高評価ぜひともよろしくお願いいたします。こちらからですね、くっそ面白い過去動画2本載っけておりますので、まだ見てないっていうのございましたらぜひともご覧ください。というわけで今日ですね、メガナイトレベル4お送りさせていただきました。ごちそうさまでした。